ご視聴ありがとうございます。今回は短め展示動画になります。でちょっと遅いんですけどね、スマフェス展示になりまして、グッドスマイルカンパニーさんというかグッドスマイルレーシングさんになりまして、初音ミク GT プロジェクトレーシングミク2023フィフスアニバーサリーバージョンになります。よかったら見ていってください。はい、でこれですね、すいません、もう受注期間終わってるんですよ。4月25日から予約が始まって6月5日まででした。まあ、結構前ですよね。でこれが最初5月の頭くらいにグスマさんのゴールデンウィーク秋葉原展示イベントでボックスさんに飾ってあったんですよね。でそこでも撮ったんですが、あのボックスさん動画 NG だったの で静止画だけでご紹介しようか迷っていたらもうこんなに日が経ってしまいました。でそしたら先日のスマフェスでも展示されまして、これで動画でもご紹介できるぜってなったら、まあ、受注期間終わっているという、あのイベント展示で受注締め切っているものがあるっていうのはあまり見ることがない気するんですがあったみたいです。で今回ご紹介したのもですね、まだ全然予約受け付けているお店さんあるんですよね。まあ、公式だと6月5日までとなってるんですが、まだいろんな通販サイトさんで全然予約できる状態となってましたので、まあ、投稿してみることにしました。まあでもスマフェス自体もバック込みだったのであまり動画撮れてないので静止画も多いです。あとせっかくなのでボックスさんで撮ったものも使わせていただこうと思います。まあ、少しでも購入のご参考にしていただけたら幸いです。はい、ではですね、やっとミクのお話をしていこうと思うんですが、今回は2023年になりまして、ご担当はみんな大好き鳥だもの先生ですね、ライザです。まあ、そんなわけで今回のレーシングミクさんなかなかの健康ももとなっております。あの毎回担当される方すごいですよね。2022年は猫先生、2024年はもぐも先生、水星の魔女ですね。今後のフィギュア化もとても楽しみです。で今回はレーシングミク2023なんですが、あのフィフスアニバーサリーバージョンっていう名前なんですよね。で普通の2023バージョンっていうフィギュアも今年の 2,3 月くらいに予約受け付けてましたので、一応今回は2023としては2体目になると思います。で名前の通り2023年で15周年になるみたいです。おめでとうございます。あのその記念イラストのフィギュア化になるそうです。でちなみにスケールは6分の1なので少し大きめですね。でそしてお値段も定価3万2800円となかなかパンチが効いております。レーシングミクシリーズって結構定価高めですよね。まあ、グスマさんといえば結構コスパのいいフィギュアっていうのも多いかと思うんですが、レーシングに関しては毎回結構するなっていう印象があります。まあでも結構販路もグスマさんだけだったりで、まあ、一部だったりするので、あのもともと高額であっても2022バージョンとか今えらいことになってますよね。なので、まあ、欲しければやっぱり確実に予約でしょってなるんですが、あの今回に限っては、まあ、記念枠なためかは分かりませんが一般流通なんですよね。ですので今までとはまた違う動きになるかもしれませんが、とりあえず今のところはまだ予約できるお店っていうのは多いので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください。はい、ということで以上となります。今回はグッドスマイルレーシングさんで15周年記念のレーシングミク2023フィギュアの展示でした。なんかややこしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。